1, 1テーマ製造業の深刻な人手不足俺は町工場に高卒で就職して12年勤めたけど離職率が高く人手不足が続いていた会社だった給料は夜勤なし残業なしだと手取り18万切り会社は人手不足だから求人サイトに出しているだけで何の結果も出さなかった だから、やめたことについては全く後悔していない、逆にもっと早く転職すべきだったと後悔している。このような実体験から言わせてもらうと、人手不足の会社はやがて組織崩壊につながる。なので、今すぐ退職届を出してやめるべき、泥船は沈むから泥船であり、自分ではどうしようもない。お疲れ様でですすす社畜ジャパンです今日は製造業のの深刻な人手不足ををテーマとしした当事者口口コミを紹介します口コミミ紹介まに 最近はニュースで人手不足という単語は使わずに人材不足って単語に置き換えています。人手不足なら非正規雇用の氷河期を雇えばいいこのように言われたからでしょうかね。私は仕事から中小の工場、年収350から600万円を頻繁に訪問します。ただ千板やフライス板が使われず放置されているのを見ると本当に悲しくなりますね。汎用機をまともに使える人間を育成せずに使い潰したツけに苦しんでいます。そしてこれは中小だけではなく大企業も同じです。口コミ3 高校生が金の卵になる時代が来ましたね。今までは高卒の場合、一人一社で選ぶ権利がほぼなし、ただ大阪などで一人一社制が見直されて、開幕から一人二社に応募できるようになりました。また茨城県も解禁したので、今後関東圏にも広がります。むしろ陸なり高校生版ができるかもしれませんね。これからは高校生からもバンバン内定を断られる時代、待遇の悪い会社が淘汰されるのであれば、良い傾向です。 圧倒的人材難で学生有利という環境の変化に、各々の企業がどれだけ早く気づけるかが大事。口コミ4。 高卒で10年働いて工場の全体管理までやっていました。ただ大卒の1年目より給料が低かったので転職。結果100万円以上年収が上がりましたよ。やっぱり評価は大事だなと実感しましたね。世の中高卒でも優秀な人はたくさんいますが、その給料で大卒またはそれ以上のことをさせるのはダメです。能力の安売りは絶対に人生を豊かにしません。若い人を安くこき使いたい会社からは見切りをつけるべき。 今はスマホで何でも調べられるから、先日まで高校生だった人間も簡単には洗脳されません。口コミ5 製造業なのに現場の責任者が作業指示書、手順書、要領書の違いが分かっていない。OJT の存在、手法を知らない。現場が円滑に動いていないことを上層部から指摘されると、朝礼で各自が考えて行動するように、と発言。部品をコンクリートの床に直置き、装置の定期メンテナンス忘れ、在庫は把握できていない。校内全面禁煙なのに、車用車後部で喫煙する。やりたい放題だよ、本当に。こんな輩が上から目線で、口頭だけで教えても。 優秀な人間ほどしらけて辞めててめいいくに決まっている口コミ6メーカー勤務ですが今は40代ですらなかなか応募が来ませんかつてこんなとこやめてやると思っていた自分も今ややめられる側になるとは感慨深いです 今後6日賃上げができない職場環境を改善できない企業は超人手不足でこの先持たないと確信しました。ましてやハラスメントとかで退職原因を生み出しているような人は絶対にダメです。平均の2倍の成果を出しているスーパーマンでも新人を次々潰しているなら差し引きマイナスの地雷。社員全員が定年したら会社を畳むと宣言しているようなもの。口コミ7。 理系人材は金融や総合商社の方がブルーオーシャンで好待遇ですからね。業界の利益率が違うので製造業へ向かう人材の質の低下は避けられません。優秀な人材は高付加価値な業界業種で働く。その方が経済全体としてもハッピーですからね。キーエンスなどはファブレスかつ営業に強みがありますが、物を製造するだけでは淘汰されるでしょう。汚い、きつい、危険、安月給、夜勤といった悪いイメージをどれだけ解消できるか。製造業は正念場です。口コミ8 昔は年収1000万円が一つの目標になっていたが SNS によって楽して億超えを稼いでいるやつが見えるかかつ DX などのデジタル化により効率的に働けるようになった反面仕事は高難易度化とんでもなく仕事のできるやつが深夜まで残業をしてやっと仕事が終わるみたいな状態になってしまったそれは若者は仕事の意欲なんてなくなっちゃうよね あと、今までは需要が増えたら人を雇って、需要が減ったら採用を減らす、または非正規社員を切る。こんな工場のオペレーションが人手不足で通用しなくなったという現実を直視しないとダメですね。口コミ、9。工場インフラの自動化系の仕事をしています。とにかくどんどん人からロボットに置き換えていますよ。製造業はほぼどこぼ完全無人化がゴール。トヨタの生産ラインの写真がネット上に落ちていますので、探してみてください。 無論大きな投資はいりますが、人間よりよほど早く正確にミスなく物を作れます。失敗するのは周辺の設備を人力をそのままでロボットに置き換えようとする場合くらいですね。まあよくある話ですが、機械は人と違って賃上げせずに済みますし、怪我をせずに済みますから、この流れは止まりませんよ。口コミ10 某機械メーカーで大手から中小企業まで幅広くお取引させていただいています。その中で特に地方の中小企業においては低賃金や年間休日の少なさが目立ちますね。また、いかがわしいセミナーに刺激された経営者によって休日返上の環境整備や研修行事に付き合わされている。そんなお客様を見ると同情してしまいますよ。何が言いたいかって中小企業の単純作業者だけは絶対にやめた方が良いということです。もちろん全ての中小が該当するわけではありませんが。口コミ11 製造業で働いていますが、海外の方が従業員の半数を占める工場もあります。そしてこれからもっと増えるでしょうね。ブルーワーカーが極端に不足しているので、現場作業員は汚れたり汗まみれになったり、危険な作業は敬遠される世の中なので仕方ありません。やはり安心安全が一番ですから、自身の健康を考えての判断なので尊重されるべきです。空調服が支給されたとはいえ、まだまだ現場は暑いですし、熱中症のリスクはここ数年で一番でしょう。果たして今後製造業に人手が戻るのでしょうか 口コミ12。製造業で仕事をしています。若手を成長させる土壌はあっても、それを有効活用できない会社や、ベテラン社員の弊害があります。もちろん、若手を育て、新しい技術の導入を熱心に取り組んでいる会社もあるとは思います。ただ、今の地位や、現状に甘んじて変化を恐れ、自分より成長していかないように抑えつけるベテラン。そして、若者の少なさから来る人手不足を恐れ、そんなベテラン社員の意見を優先し、変わらない会社。この2つの猛烈な悪循環による、見方下がりを実感します。 口コミ13時給の高い TSMC ですらずっと作業員を募集しているマジで人手の取り合いというかもはや戦争状態もちろんうちの工場も人手がどんどん足りなくなっている未だに代わりはいくらでもいるという感覚のままアンドノウハウがどんどん消えていってやばいあと雇用の流動性はいいが知識や技術に優れたエンジニアが一朝一夕で育つと思われたら困る工学部を出ていれば問題ないかといえば決してそんなことはなく即戦力とはならないことの方が多いやる気や才能や素養を持った人を 人材として大切に育てなければ第一線で活躍できるエンジニアは育たない。口コミ14。 半導体関連に勤務していた。何のスキルも身につかず、時間と体力を消費するだけ。高速12時間、昼勤、夜勤、交代勤務。そして、4勤、2休連続勤務なので、曜日関係なし。おまけに年末年始、夜勤で仕事中に年越し、ゴールデンウィーク、盆休みの概念は一切なし。ずっと立ち仕事なので辛いし、本来の作業以外にゴミ出し、機材清掃、薬品室から重い薬剤ケースを持ってくる。使っている薬剤も危険なものがあり、復産、混産など、 黒いプラスチック缶に入っていいる液体はやたらと思い口コミ15食品製造会社で班長をしている51歳男性です那須ハイランドパークで時給2500円にしたら応募が殺到したように人手不足というのは真っ赤な嘘皆様のお勤めの工場も安い給料しか払わないからいつまでたっても人手不足なんですよ賃金だけではありません作業場の空調や立ち仕事だらけの環境を改善する週休3日制も検討してみたり働きやすさをどれだけ追求するかも肝になります まあ、弊社もできていないから、20代から30代の退職ラッシュを招いているわけですが。口コミ16。社員、派遣がやめる。人手不足。ミスが多発。チェックシート項目追加。業務型。チェックする時間なし。チェックができず、丸だけ記入。これのループが永遠に続くだけ。皆さんの会社、特に製造業もそうでしょう。ISO を考えた人は本当に無能だと思う。 うちも人手不足で、もう外国人、高齢者、女性、誰でもいいから、誰でもいいから来てください。ほんと早く AI 導入でホワイトカラーを大量退職に追い込んでほしい。そしたら少しは人が来ると期待。口コミ17。俺も製造業だけど、なんか最近校内で赤ン災害が増えてきた気がする。安全担当の人が嘆いていたわ。めっちゃ仕事増えてるって。結局、派遣さんとか工場に慣れていない人間が増えると、現場の歩き方とか危険箇所とかを知らんからリスクアップ。 設備が油漏れしやすいからゆっくり歩かないとダメとか、入ってすぐじゃわからんわな。まあ油漏れ防げよって話だが。そういうのも指導していかないとダメなんだけど、今は人手不足と残業規制でまともに指導ができない。朝礼でちょろちょろっと話して終わり、それは安全ビデオを見たところで自己リスクは低減しない。口コミ18 弊社の役職組の理解のなさに絶望しています。定着率の悪さに対する処方箋をやりがいのある仕事に回すことだと勘違いしていますから、現実は発給で休みも少なく人間も終わっている。さらに効率という割に、かくなに紙仕事のアナログを貫く上に5年は在籍しないとまともに意見を聞かない環境。むしろ辞めない理由をひねり出す方が困難です。そしてついに大卒どころか、高卒まで辞め出しました。 大卒は都会落ちは残るけど、初手、うちだと100%離職。でも事務は全然辞めないから、人手がむしろ余ってます。口コミ、19。うちの会社は逆ですね。就職氷河期の時は、大手に就職できなかったエース級を採用しまくりましたから、その世代が今や営業部長であったり、工場長、管理部門の次長と会社を引っ張っているので安定。やっぱり能力が高いですよ。語学とか、そういうスキルは当然として、人を管理する力、問題から逃げない力。 彼らははこのの会社の次はないといいとう気迫を持っています。多分転職してもうまくいくタイプの人たちでしょうけどね当時の人事の人を見る目があったのでしょうね人への投資が会社にとって最も大事もちろん辞める社員もいますが土台は硬いです口コミ20これで最後です 今20代と60代の給料が上がっているらしいですね。60代は定年延長の影響だそうです。そして定年延長の終わりが見えてきた60代が引退したら、それに合わせて事業を縮小するしかありませんね。発給激務の現場仕事をわざわざ志す若い子はいません。 せめて工場内でのホワイトカラーとブルーカラーの給与を逆転させないと話にならないでしょう楽で給与が良い方へ人が流れるのは当たり前か昔は日本の宝船だった製造業が人手不足崩壊寸前理系人材がコンサルに流れるなんて本当に悲しいです以上が製造業の深刻な人手不足をテーマとした当事者の口コミでした皆さんどう思われましたかぜひ感想をコメントで教えてくださいはい 本日の動画いかがでしたでしょうか今後も皆さんのお役に立てる動画を配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。それではまた明日お会いしましょう。では、さようなら。